してお前は、人の命をもてあそぶことができるんだ。虎杖にひどい展開って虎杖のモデルが理由 ?1、モデル、作者曰く近所にいたらいいというイメージを意識した虎杖。近所で気がついたら親友になって家族になってそう。少なより得体が知れない男。虎杖のモデルが作者の兄ってフランスのインタビュー記事で言ってるらしい。兄、めちゃくちゃ好感度高そう。ジャンプの主人公として作り込んだキャラのモデルが兄はすごい、俺なら照れて言えない。お兄さんと仲良いんだろうな。結婚式の絵描いてるし普通に兄弟仲良さそう。おっこつ、パパ黒見て親父が俺がモデルかっていうあたりすげえ家族だなと思う。弾丸猫は兄のこと陽キャって言うけど、猫もまあまあ陽キャだよな。虎杖は作者の兄がモデルならなんでここまで曇らせますかね。自分が弾丸猫の兄だったら弟に対して恐怖を感じるが、でも兄貴は仲良くて何でもできて尊敬してるって聞いたような。主人公はこうあるべきっつってもそれは弾丸猫の描きたい主人公じゃないんだからしゃあない。王道嫌いな作者が王道主人公描く葛藤。主人公には厳しくしたいタイプだそうだから逆説的に見れば虎杖に厳しくしたいというより厳しくできる主人公として虎杖が作られてるのかも。2、矢印、めっちゃ矢印向いてる。矢印ひどいなこれ。矢印。全然気づかんかった矢印が3つくらい向いてるの意図的なんですかね。意図してなかったら背景としてうるさすぎる。作者は虎杖マイブラザーのような気持ちのいいやつが嫌いだからな。嫌いじゃないからいいやつすぎてちょっと苦手程度だから。こんなこと言うといろいろわきまえてないって思うけど作者性格悪いな。Uターンの矢印が脳天にぶっ刺さってるのでダメだった。ちょうど真人に言ったセリフの吹き出しから矢印が出てて自分に刺さってブーメランしてる。言われて気がついた。すっげー悪趣味だな褒め言葉。この表現はすごいな。確かに虎杖は大量丸陣はしたけどもて遊んではいないだろ。これ実際に原作で矢印がこうなってる場所あるの？なら見つけた時楽しかっただろうな。矢印が一瞬コラに見えるくらい刺さりまくってるな。いつ見ても悪趣味で笑う笑えない。3、曇らせ展開、どんどん曇っていく。物語が展開するたびに仲間や恩師が消えてゆく。虎杖が何したって言うんだ。賢者から生まれた、宿儺の指を食った、いっぱい殺した。虎杖を生かしたことで救えた人より死人の方が圧倒的に多い状況が、もうなんていうかかわいそうすぎる。虎杖、基本的に何も悪いことしてないからね。渋谷大量丸人、やったのは宿儺だから虎杖は悪くないでしょ。虎杖がやったわけじゃないけど虎杖のせいで死んだのは間違いない。達観してるよな。普通のメンタルじゃこの展開は無理だもんな。虎杖くんめっちゃ良い子なのに。純平編の虎杖って改めて見ると完璧なオタクに優しいギャルムーブだよね。純平がわかりやすくネクラオタクだから余計に。三角オタクに優しいギャル、丸オタクにも優しいギャル。太ってる人にも食事の綺麗さや字の綺麗さを評価してくれる優しさは勘違いするなという方が無理。実際小沢さんもそれで虎杖に惚れてるし。見た目チャラいのに繊細な気配りと配慮がうまい。お母さんやお兄ちゃんにも会えてよかったよね。母親の肉体に乗り移った賢者が生みの親で、賢者が作った特級呪物のクソーズが兄弟。ラスボスが主人公の親父ってのは割とあるけど、ラスボスが TS して男と恋愛してできた虎杖みたいなパターンの主人公って珍しいよね。珍しいどころか初めて知ったよ俺。知らない方が幸せまである。兄折でも曇らせられてる一期13話で純平死後の回のオープニングで虎杖泣いてるしな。世界が待ってるこの瞬間を涙を流す虎杖。さりげない涙を付け加えるアニメスタッフはさ、小僧の足元が水浸しだったのって全部涙なのかな。宿儺の許容量だと思ってた指飲んだらまた浸水していく感じで、原作理解力が素晴らしくて良いことだ。絶対に曇らせるという意志が見え隠れしてる。なんかアニメは小僧関連の演出はやたらとキレキレじゃない。原作とアニメの殺してて言われた後の迷子の子供みたいな表情も好きだった。近年大ヒットする少年漫画とアニメは主人公の精神を徹底的に追い詰めるのがトレンドかもしれない。芥見先生虎杖の曇らせ表情の描写に容赦ない。正しい人か自分は部品とか傲慢で甘いこと言ってる奴は何度でも降りたくなるんじゃない。歯車と部品発言は悲しいけどボロボロになりながらも計り先輩から認められるまで頑張る姿好き。この虎杖かっこいいよな。どこまでもまっすぐなのが虎杖だよね。覚悟決まりまくってて好き。虎杖曇らせを見るたびに序盤で仲間たちと笑い合っている虎杖を思い出して切なくなるんだわ。救われてほしい。4、今後、
五条先生も釘崎も七民もいない伏黒は宿儺になる、こんなに主人公曇らせてどうするんだろう。主要人物を消しすぎだよな。今出てる登場人物全滅でもさせるのか。辛いことあったけど、とりあえず目の前の敵に集中するぜができない。辛いことが連鎖しすぎ、仲間たちと仲良く光線ライフみたいな展開はもうできないよね。五条先生がいないなら虎杖はもう光線にいられるわけねえからな。一話の虎杖の処刑賛成派が正しかったで終わるのも虚しいな。曇らせ自体は覚醒か何か虎杖の秘密に触れてく前振りだとは思ってる。悪いことは言わないから、もうハッピーエンドやカタルシス的なのは期待しない方がいいぞ。これからさらに奈落へ行った時に耐えられるようにな。お前はたくさんの人に見られて死ぬ。これ少年漫画だよね。ハッピーエンドが見えないんですが辛い。ここまで曇らせたんだから何か良いこと一つくらい起きてほしい。魂は何度でも殺せるからね。何度でも殺せるということは何度でも立ち上がれるということだ。そうだろブラザー。戦力的にも読者のメンタル的にも堂々にいてほしい。またあの変なポーズで虎杖を導いてくれブラザー。これぐらいの変な人婉曲表現じゃないと今の空気を変えられない。あれほど罵倒した東堂が恋しくなってきた。今何してんの？京都にいるんじゃない？もしくは他の任務に出てるか。マジで洗脳でもなんでもいいからこいつのメンタルケアが必要。ちゃんと頭がぶっ壊れてて、とりあえず味方なこういう男が必要。虎杖逃亡編というか、なんか上層部の人たちから追われる生活する虎杖とかありそう。渋谷で一般人大量逆丸しておいて監視程度じゃ済まないと思う。残念もくっきり残ってるだろうし、虎杖が追われる展開になるとしたら東堂は味方になる候補だとは思う。東堂ならグダグダやってる虎杖に一括して立ち直らせてくれそう。お兄ちゃんもいるから。上層来たぞ弟よ東堂、安心しろ俺たちが味方だ。なんてシーンが来たらどんな気持ちで見たらいいかわかんない。まとめ、呪術廻戦の虎杖有事の境遇やモデルについて考察する読者の反応をまとめました。本作品の主人公である虎杖有事は数々の辛い出来事を経験しながらも、その度に立ち上がり過酷な状況でも覚悟を決めて戦い続けていますよね。不運な出来事が立て続けに起きている虎杖は最後に報われてほしいという方は高評価を。虎杖の今後や東堂の再登場で起こる展開の可能性についてあなたの考えをぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルでは呪術廻戦の名シーンへの読者の反応集を中心に動画を投稿していきます。呪術廻戦が好きな方はチャンネル登録をお忘れなく。今回は以上です。また次の動画でお会いしましょう。